始まるか。ハマステーションをご覧の皆様、こんばんは。早速自己紹介からお願いしたいと思います。じゃあ、健介から。はい、ナイス役の高橋健介です、はい、紫役の黒藤優希です。はじめ役の高橋咲です。バースデー役の大島亮です。レシオ役の高橋翔です。ガスケ役の金井雄介です。マオ役の田中俊彦です。モラル役の五十嵐圭介です。アート役の立原楽子です。はい、ありがとうございます。今回のハマステーションは僕が進行させていただきたいと思います。よっ、紫色、よっ、紫色、分かったわ。それでですね、今音楽が流れてると思うんですけども、流れてる。消えちゃった、消えちゃった、消えちゃったな。もう一回、流れた。流れたな。俺ら見たすぎて、聞いちゃいます。はい、実はですね、ハマステのオープニングの曲になってます。もしかして最初に流れちゃうオープニング曲ですか？かっこいい曲になってますね。はい、ということで本日はね、こちらの BGM 付きでハマステーションをお送りしたいと思います。皆さん最近どうですか？ざっくりきた。面白いこととかあるんじゃないですか？面白いことはないんですか？まあ、苦労してることとかでもいいですけど、もう残り1週間切っちゃいましたから、いろいろ課題があると思うんですけどね。それでも悩んでるところか、序盤はね、休憩中にね、大島亮のご飯を食べるっていうミニコントがあったんだけど、今はないね。余裕がもうね、余裕がもう時間あったらね、もっと話し詰めてとか。なんか今回稽古を見てると、それぞれが全然違う役のモノマネをするじゃないですか。それだけキャラが濃くて、なんかその真似たくなるキャラクターばっかりなんだな。紫もこの役やってるもんね。やってるやん、やってるやん、やったことない。ほら、やってたじゃん。初めて見るわ。テンパっちゃった。テンパって台本のセリフ一個も思い出すか。あんなに、いやー、びっくりした。あんなにからなかなか生放送でこんなくなる。あの、モラルもだってね、モラルもね、ガスケの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 やつ、参考にもさせてもらって、それだけワチャワチャしてるってことですよ。ちょっと待って、ガスケさん出てるシーン結構重要だから、全部ネタバレで、好きなモノマネしてるシーン全部ね、もういいところばっかりネタバレになっちゃうんだよ。やりたいの山々。うまいな。わちゃわちゃしております。前回の放送でもお知らせするまでここでお話が変わるんですけど、今稽古終わりで頑張ってます。六本木の俳優座劇場併設されてます英国風パブハブとのタイアップについてお知らせです。はい、あと、はい、あとメインキャラクターが、メインキャラクター10人をイメージしたタイアップドリンクが販売されます。よっしゃー、よっしゃー。このドリンクの名前は僕らがつけたんですね。いや、もう嬉しいよね、これ。本当に、はい、じゃあ高橋くんから順番に。はい、お願いします。高橋くんの名前を発表してください。はい、ナンバーワンナイスッキリドリンク。はい、はい、はい、ナイスッキリ。黒藤さんは、はい、紫の横浜安全酒、俺の名はメガネ。長い、メガネ。はい、さくらは、あ、いい、はい、はじめスペシャル。かわいい、かわいい。はい、そして、はい、バースデーの落雷注意報。はい、調子の、はい、それは、はい、はい、レシオのレシオブルー。はい、調子の、はい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 、はアートの甘党主義。
これやこれ、はい、はい、じゃあ作はですね、ベテラン刑事の一服。渋い渋い。最近キャラさんがさ、戦場カメラマンみたいな。確かに確かに。もう戦場カメラマン。俺、モラル好きなんですよね。最後モラル発表してないもんね。発表してないけど、まとめに入ってます。はい、そしたらマオは情報屋さんの美味しいマオロンティーです。マオロンティー、美味しそうだ。そしてね、モラルはね、イノセントワールド。イノセントワールド、これどういう意味なんですか？イノセントワールド聞くな。あのね、由来はね、モラルのキャラクターソングの題名がイノセントワールド。自分で考えることをやめたってことで言いましょうか？そういう意地悪、いじりはやめました。意地悪だね。意地悪だね。はい、はい、ラインナップとなってますので、はい、ぜひ全種類飲める方は全種類、未成年の方はノンアルコールだけになっちゃうんですけど、お楽しみください。はい、はい、発売期間は8月11日月曜日から8月24日日曜日までです。はい、今日は8日なので、もしかしてしあさって3日後、はい、おー、今日は販売したらね。レッツゴー、レッツゴー、レッツゴー。ただハマステの舞台が始まる前にもうすでに楽しんでもらえれば、はい、レッツゴー、ぜひいろんな味を楽しんでください。はい、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 ということで、はい、ということで、グッズ紹介。今気づいてる方もおりますでしょうか、お二人が何を着てるんですか？これはグルインだ、グルインだ、近い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 、近い、誰か前向こうよ。オッケーオッケー。なんと、はい、見えてないよ。もうちょい上、もうちょい上、もうちょい上、膝立ちして。役者、役者、どっから取られてるの今。なんと僕たち持っているこの T シャツ、はい、ハマステのグッズになりました。T シャツでーす、はい、T シャツ今着ている2種類が販売されまーす。かっこいい。どうでしょう。いやー、ほんとかっこいい。あ、え、誰が子猫、はい、はじめ、紫、はいはい、ナイス、アート、バースデーに、はい、レシオ、モラル。投げ、やりたいだけぐらい、投げやりたかっただけ。この後ろ3人見て、ツンぐらい。あのね、もう慣れた。どういう展開、どういう。まあ、いろんなグッズにね、ここの3人が出ないっていうのは、もう大体慣れてきた。そんなことない。その分、マオロンティーを飲んでください。押すな。はい、はい、続いてパンフレットの白飯です。はい、はい、こちら、裏またいないよ、またいない。裏表紙がかっこいいんですよ。でも、これちょっと待って、俺ら出演しようってドッキリあるからやばい、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 これ見せちゃダメだ。やばい、やばい、これね、写真かっこいい。すごい、かっこいい。え、こいつ、なんだこれ、なんこれ、腹立つわ、これ。え、これ、鬼かっこよくね。誰だよ、この前の。でも、このオフショットのやつ、やばくない。え、てか、マジ多すぎて読むのね、時間めっちゃかかる。階段とかも載ってるね。うわー、階段、オフショットとかもいっぱい。あー、うわー、え、なんか顔合わせの時、顔合わせ。待って、リアルにみんなあっち忘れてる。じゃあ、皆さん、皆さん、これは懐かしいですね。これ読み応えありますよ。そうそう、なんか見せちゃダメだよ。たっぷりね。はい、前回紹介したキングストラップと、こちらの T シャツとパンフレット、他グッズ情報は公式ブログで紹介しますので、詳しい情報はそちらをチェックしてみてください。はい、ありがとうございます。はい、さて、ここでラジオ出演情報です。そうです。どんなラジオ？僕たちハマトラコンビがアニメリプライハマトラのラジオ番組ハマトラジオフロム壁の上にお邪魔してきました。はい。ラジオ大阪。ラジオ大阪にて8月10日日曜日22時半から23時の間に放送されます。はい、次の日8月11日月曜日にはニコニコ動画響きラジオステーションアニメイト TV にて配信されます。あら、いろんなことをね、喋りましたね。喋り倒しました。喋り倒しました。見てみたい。
んでこんなんでこうすげえそれ以上言うな、今まで言うな、聞いて聞いて。そしてですね、毎週月曜日テレビ東京系にて深夜2時5分から放送してますリプライハマトラの中でですね、ハマトラザーステージクロスイングタイムのテレビ CM が、テレビ CM だよ。8月11日は、第6話と合わせて、間の CM もね、ぜひチェックしてみてください。リアルタイムで見てね。夜更かししてさて、みんなで夜更かしする。楽しい時間もあっという間ということで、そろそろお別れの時間が来てしまいました。最後に公演情報をお願いします。はい、ハマトラザステージクロスイングタイム、8月16日土曜日から8月24日日曜日、全12ステージ劇場六本木の俳優座劇場やっております。はい、はい、ぜひぜひ僕たちの活躍を皆さん見に来てください。はいはい、はい、それでは最後に公演に向けて意気込みを一言言ってもいただきましょう。はい、じゃあラックンから。そうですね、ちょっとどうしよう、真面目なこと言おうかな。しょっぱなしょっぱな。まあでも結構どん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 こう進んできて、なんかだんだん見えてきましたね。で、そう、まあ見どころとしては多分場面ごとに空気が全然違うんじゃないですか。確かに。そう、壁のウェアだったり、警察チームだったり、モラルだったり、空気が全然違って。マオだったりね。マオだったりね。ガスケだったりね。ガスケだったりね。そう、だからそこは、なんていうのか、いらないシーンが一個もないので、ずっと見ていたいと思える作品だと思うし、僕らももっともっと、これから残り少ないですけど、稽古頑張って、詰めてって、いい作品にしますんで、ぜひ見に来てください。はい、はい、ありがとうございます。いいこと、いいこと。全部の次は全部のイガちゃん。はい、俺か。そうですね、本当に内容が盛りだくさんで、特に見てほしいところが、まあ、やっぱミニマムホルダー同士の対決もそうなんですけれど、うん、そこじゃなくて、このアートとか力を持たない一般人たちの心の動き、そういうのを繊細に描かれている舞台なので、もう本当にね、冒頭から吸い込まれてしまうと思うんですけれど、特にね、もう本当に俺は今アートに注目して見てほしいと思っておりますので、その辺を楽しみに待っていてください。はい、ありがとうございます。じゃあ次はトシちゃん。はい、あれですね、もう油断させねえぞというつもりでやります。気を抜かせねえぞと、お客様に油断させねえぞというつもりでやりますので、1公演では見足りねえぞというぐらいの気持ちで作ってます。2公演、3公演、4公演、全12公演ありますので、マックス見に来れる方は見に来てください。お願いします。はい、はい、ありがとうございます。キャナちゃん。はい、戦場カメラマン。戦場カメラマンじゃないですけどね。はい、やっぱりアニメキャラの、まあ、再現度とかですね、まあ、ミニマムをどうやって実写で表現するのかとか、まあ、あと話もですね、シリアスなシーンもあり、コミカルなシーンもありですね、飽きさせない、まあ、そういったところがとても魅力な舞台だと思います。あとはアンサンブルの方々がですね、もう所狭しと活躍してまして、そちらにもぜひ注目してもらいたいなと思ってますね。大変ですよ。はい、やっぱ話し方、戦場カメラマン。あれ、確かにちょっと聞きやすい。誰がちょっとペース早くなった戦場カメラマン。ほら、誰が説明しちゃったよ。はい、じゃあ続いてランちゃん。はい、なんていうか、私はノウェアの人なので、もうとことんね、楽しいシーンになると思うので、笑いあり、なんだろう、真剣なシーンがあったりとか、はじめちゃんのお腹が空いたりだとか、まあ、はばっちゃめっちゃやってるんで、ぜひ楽しんでもらえたらなって思うのと、まあ、こうやって一生懸命1ヶ月半やってきたので、まあ、何度でも劇場でお待ちしてます。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、じゃあゴーちゃん。はい、まあ、皆さんおっしゃってましたけども、まあ、今このハマステツイキャスに出てるのは10名だけなんですけど、実際はまあアンサンブルの方も含め本当にたくさんの方で作り上げてきた舞台です。で、本当に熱量も大変熱く、そして心模様というのもすごい描かれているので、そういうところもちゃんと見ていただいて、1回だけでなく2回、3回、まあ12回ね、これ結構やらせてもらって、結果ね、結果ね、13回目は13回、13回目、全力含め13だね。そうそう、本当に全力で演じていきますので、どうぞ、どうぞね、どうぞ、どうぞ、なかなかないよ、どうぞ、いいとこだったのに、いや、かわいい、どうぞ、会場までお越しください、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。りょうちゃん。
ヨンちゃん、俺だ。はい、嘘。はい、ですね、まあ、僕もさっきこの子が言ったように、ノーウェアで、のシーンで結構いろいろ暴れたりするんですけれども、まあ、アートのシーンはアートのシーンですごいドス黒かったり、一方のノーウェアはね、もうめっちゃはっちゃけて、もうたくさんお客さんを笑わせて、かかりに行きたいと思います。ハードル上げないでよ。ハードル上げないでよ。いや、この子面白いからな。いや、やめろよ。今回もともと面白いから。面白いし、可愛いんだもん。楽しいんだ。やばいね。本当に。やってくれます、本当に。一生ですよ。ということでね、そんなところも見つつ、こちらの便利屋の活躍もお忘れなく。お忘れなく。よろしくお願いします。イエーはい、ありがとうございます。はい、って締めた。じゃあ、続いて、さきちゃん。はい、ですね、今回食べるんですよ。食べるんですよ。だから、まあ、何回も言うんですけど、今何食べてるのかなとか、器のサイズとか、小声で言うけど、聞こえてないです。聞こえてなかったらいいなって思いつつ言ったんだけど、はい、そう、来てびっくりしてもらう、ちょっとそこもやっぱりカフェのウェア、笑いのところにもなるのかなって思ってるので、そういうところも楽しんでいただけたら、なんか細かいところにも全部いろんな目を配ってもらいたいんで、やっぱりそうすると何回も来てもらうしかないのかなって思うんですけど、みんなリピート押しだね。ぜひあと面白かったらお友達誘ってまた来てください。はい、じゃあ黒富士さん。あ、ありがとうございます。はい、いや、この稽古、この間顔合わせしたばっかりなのに、そうだな、早い、もう本番ですよ。1月8日ですよね。もう本番けど、本番入ってからもう公演始まったら本当に一瞬の出来事だと思うんですよ。13公演プレビュー入れて、でその一瞬だと思うんですけど、ちょっとその一公演一公演、もちろん一公演だけ見に行くんだって方もいらっしゃいますし、何回も見るって方もいらっしゃるでしょうけど、本当に一呼吸一呼吸、一場面一場面、ちょっと見逃さないでいてほしいなと思います。どうぞ楽しんでください。はい、はい、じゃあ続いてゲンちゃん。本当にこのハマトラザクロスティングタイムっていうね、ハマトラザステージクロスティングタイムという作品は元気だよ、まずやります、やります、やります。はい、本当にこのハマトラザステージクロスティングタイムという作品はですね、はい、オープニングでまずお客さんガッて引きつけて、いろんな事件があって、それで最後の最後ですごい展開が待ってます。本当ね。そしてみんなで今本当に最後追い込みで作り上げてる最中でして、非常に多くの人がこの作品に関わってます。でその最後の一つのピースがお客さんだと思ってますので、そのお客さんに来ていただいて、ジグゾーパズルを完成させて最高のものにしたいと思っております。なので皆さんぜひぜひお越しください。臭いなぁ。いいんだよ。ごめん、ちょっと上手いこと言ったんだなって思った。じゃあ最後はみんなでお待ちしてますって伝えたいかな。あ、じゃあはい、はい、皆様、劇場で、皆様ぜひぜひ劇場でお待ちしております。何やってんの？ねえ、ラクト君。謝罪会見みたいになってるから。最後楽しく終わろう。やだ。怖いよ。もう終わるよ。アウトー。ねえ。ナイス。ねえ、待ってからもう。